色合い的にも綺麗なのね。はい、どうもで今小指ぶっけました。あ、両者のおじさんゆるせです。両者のおじさんゆるせです。今言えてた？言えてない。料理の兄さんリュウジです。今3本目なんですけどね、最近は年のせいかね、お酒弱くなっちゃいまして、これハイボール2杯ぐらいでもうぐねぐねですよ、本当に。ということでね、今日はネギ塩を作っていきます。ネギ塩とは何ぞやと皆様思うかもしんないですけど、ネギのアヒージョです。はい、長ネギを使ってめちゃんこ美味しいアヒージョ作っちゃおうっていう魂胆でございます。はい、僕ねアヒージョめっちゃ好きなんですよ。アヒージョと長ネギを掛け合わせたら、まあそりゃうまいだろうと安易な考えてやったらめちゃめちゃうまかったっていうレシピですね。本当に技術いらないんですよ。めちゃめちゃ簡単にできるので、皆さんにぜひやってもらいたいと思いまして、今回はそのネギ塩の作り方を皆さんにお伝えしたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。ではですね、長ネギ2本ですね、2本を2センチか 2.5 センチぐらい、これぐらいですかね。はい、ネギマに刺さってるぐらいですね。砂が噛んでることがあるので気をつけてください。まあ手頃な、これ、ね、直火可能なんですよ。これね、直火可能、まあココットみたいなのにね、詰めていきます。こんな感じに詰めていきます。こんな感じですね。はい、こんな感じで潰していきます。潰したら、まあ、芯は取り除いて、こんな感じでね、周りにね差し込んでいきます。こんな感じで差し込みます。こんな感じで差し込みましたら、オリーブオイル入れていきます。で、オリーブオイル入れるときのコツなんですけども、できるだけ高いところから入れてください。はい、できるだけ高いところから入れてください。こうすることにより流出キッチンがオファー来るかもしれません。はい、こんな感じですね。はい、オリーブオイルの量は3分の2ぐらいが浸るぐらいで、火にかけていきます。弱火でお願いしますね。アヒージョは煮物なので弱火でお願いします。はい、で塩をね少し振ってください。スタンディングしたネギを見ながら飲んでいきます。たまらんち。じゃあですね、結構ねふつふつしてネギも柔らかくなってきたら、ここでね、白だしを1杯入れます。これね弱火だとねポン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 しないので。はい、じゃあですね、最後にこれ、ね、アヒージョなんで唐辛子入れてなかったんですけど、最後ねこれね七味なんですよ。七味をかけるとめっちゃ美味しい。色合い的にも綺麗になる。ネギ塩の完成でございます。ということでですね、ネギ塩熱々の感じで完成しましたので、早速食べていきたいと思います。いただきます。せっかくねネギなのでね、日本酒ですね、皆さん飲んでいきたいと思います。黒鷹本醸造です。いやいや皆さんすいませんね、本当に僕がね日本酒大好きなんですよ。いただきます。すっげー飲みやすい。これネギ塩といっちゃっていいですか皆さん、いっちゃっていいですか皆さん。いただきます。ネギがねトロットロになってるんですよ。結構ね煮込みました。10分から15分ぐらいはやったかな。熱いので気をつけてください皆さん。香りめっちゃいいなこれ。いやバカうまいっすねこれね。僕自分のこと褒めていいですか。アヒージョっていう普通唐辛子入れたりするんですけど、七味にするっていうのがすごくいいと思いました。自分の中に和の感じが出てますね。アヒージョって言うんですかねこれね。ネギトロトロです。だしも煮込まれてすっごい効いてるんでめちゃめちゃうまい。おいしゅうします。ネギがトロトロでいてシャキシャキ感も残ってますね。おいしいです。うん、うますぎて4本目が心配。お酒との相性もすごくいい。でね、
あのこれ、まあ、アヒージョなのでネギ全部食べると油残るんですよ。でこの油っていうのはめちゃめちゃ良質なネギ油になってるんですね。ガーリックネギオリーブオイルになってて、これでペペロンチーノ作るともうマジうまいですから。余った油さえも全て使えるっていう。アヒージョやると残った油どうしたらいいですかっていう質問がかなり来るんですけども、リゾットとかピラフとかそういうの全部使えます。この油にはすっごいネギの香りとすっこれガーリックの匂いが全部映ってますので、極上の油になってるんですね。マジでうまい。キャンプとかもいいと思いますね。最後ね、焼きそばとか作っていただいても全然うまいので大歓喜だと思います。皆さんこれめっちゃめちゃうまいんで、ぜひこの時期に作ってみてください。では皆さん、今日の動画いかがでしたでしょうか。今回のね動画面白いなとか食べてみたいなと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録をお願いします。